ねえスパイダー、あなたのことばかり考えてるの。私たちお似合いだったわよね。また私と一緒に熱い炎を燃やさない？ブラックキャット、まさか強盗する場所の品定め、もうやめるって約束したはずだろう。一体何を見てたんだろう。何か不自然なものは。僕に何か見つけてほしいのか。よく探さないと。あった。彼女の猫、範囲拡張器と一緒に使って近くの無線信号を集めるんだっけ。ユリに回収してもらおう。フェリシアはこんな風に危険を冒すほどバカじゃない。必死なのには訳があるはず。目を光らせとこう。やあユリ、ブラックキャットのスーツと装備ってまだ証拠保管室にあるよね。多分ね。なんで彼女復活かも。ダブルチェックして装備がまだあるか教えてくれる？わかった。おばさん、こんな遅くにどうしたの？夕飯一緒に食べる約束だったでしょ。あ、ごめん忘れてた。今日いろいろあってさ、ラボの助成金打ち切られちゃって。まあピーター、気の毒に。それにアパートからも追い出されちゃったみたいでさ。え？泊まる場所はあるの？実は今のとこないんだよね。悪いんだけどシェルターで一晩過ごせるかな？もちろんよ。私のオフィスのソファーを使って。ありがとう。スパイダーマンがスイングして通り抜けられるようなスモッグの塊を探してるって噂は聞いたが、正気の人間がするようなことじゃない。なら一体なんでそんなことするのかって。私が若い頃には不良どもが接着剤の匂いを嗅いでハイになってたもんだ。モラルのないスリル好きなスパイダーマンはまさにそれと同じことをしている。しかも毒物を吸い込めば脳もダメージを受けるだろ。それで奴の馬鹿げた行動の説明がつくとは思わないか。そう、奴はスモッグでハイになってるってわけだ。部隊に次ぐ装甲輸送車が襲撃を受けています。場所はハルストン北部。どうぞ。デーモンが装甲車を襲ってる。誰かの超豪華誕生日パーティーでも開くわけ？ホンネトークタイム。子供の頃愛情足りなかったの？パパが厳しかった？それともママが抱っこしてくれなかった？ラジューター予期せんとは出てきたい。どんどん追いかけたい。エラーナンワーゴー。続きは続きだ。デーモンはかなりでかいことを企んでるみたいだ。
事件発生。警官たちがデーモンに撃たれています。ハウストン北部に出動要請。このままじゃいつか誰かが死ぬ。みんなは怪我人の退避を僕に任せて。撃つ連鎖。無事取り憑かれてるみたいだった。助かったよスパイダーマン。よかった、お安い御用だよ。エンパイアステート大学、僕の母校、プラス学生ローンの返済先。全身タイツの男をロケットで攻撃するよりもっとマシな生き方があるんじゃない？
装甲輸送車が襲われています。至急対応を。ギプスベイ近くに。このステーションでは各建物の水圧をモニタリングしてるんだ。4階建て以上のビルはシステム補強のために給水塔を使ってる。問題が起こってもすぐ発生源を突き止められるようにね。わかる？うわ、このビル水圧めちゃくちゃ。原因探すか。給水塔が市のシステムとつながってるのは4階より上。まずはパイプをスキャンしよっと。このパイプは問題なし。問題があるとしたらもっと下か。問題発見。バルブの設定が間違ってる。直すのは楽勝。ちょっと嘘だろ。急いで塞がないとジェイムソンにどやされそう。頑丈。アメージングスパイダー配管マン参上。ギリギリセーフ。バッチリ。これで最後。でもこれじゃまだダメ。水圧が高すぎる。排水路が詰まってるのかも。排水口を見てみよう。排水口は港にあるはず。何か詰まってないか見に行くか。犯罪防いでシャワーまで直しちゃうヒーローなんて僕だけだよね。これでオズコープもステーションが公共設備の役に立つって分かってくれるはず。大丈夫？
私は常に意見の違いに耳を貸す男だ。さてスパイダーマンに厳しすぎじゃないかと SNS で。またカメラ、ブラックキャットか。他の男に会ってるからって焼いちゃってるの？だといいけど。でも悪者は私のタイプじゃないって知ってるでしょ。どうも猫ちゃん、何企んでるんだフェリシア。絶対捕まえてやる。はフィスクよりも厄介かも。みんなは怪我人の代表、僕に任せて。極悪人だけど町を愛してた。でもデーモンはただ町を破壊したいだけに見える。倒したか？だったらこいつら全員光ってるのか？なんだよそれ。魔力だよ。しかも悪いやつ。フィスク倒してから一睡もしてなかったっけ。体調管理も仕事のうち。こんな遅くにどうしたんだい？ねえ、仕事見つかったの。メイが推薦してくれたおかげ。彼女の言葉には本当に重みがあるわ。ああ、ちょっとアパートで手違いがあってさ。追い出されたのかい？そうなんだろ。ここに来て正解。恥ずかしがることはないよ。そうだけど、必要としてる人から奪うなんてできないよ。自分見てみな。あんたにも必要だろ。言えてる。ありがとう。
ソファーふかふかだといいな。もらえないよ。取っておきなさい。ちゃんと返すよ。すぐにね。次からはすぐに言うのよ。あなたは本当にベンそっくり。変なプライドは捨てて、自分もただの人間だってことを受け入れなさい。マーティン。お邪魔するよ。しばらく町を出ると伝えたくてね。留守の間頼むよ。任せてちょうだい。いつ戻るの？ああ、わからない。大丈夫ですか？前から計画していた個人的な用事を済ませたくてね。じゃあ、留守の間ここを頼むよ。私の両親が詰まった場所だ。さてと、忙しくなりそうね。リーさん平気かな。はい。ねえ、私の記事見た？見たよ。今頃ロビーも喜んでるんじゃない？うん、ネットで話題になって。それでね、オズボーン市長が今日の午後デイビス巡査を表彰するって発表したの。すごいな。待った、オズボーンさんの集会も今日の午後じゃ。ああ、なるほど、そういうこと。うん、そういうこと。でもデイビス巡査とご家族にとってはいいことでしょ。取材に行くんだけど一緒に来る？ああ、もちろん、後でね。他のシェルターは安心できなかったけど、ここは